はい、現在私は名古屋市の天白区の矢ごとに来ております。何をしに来たかって言いますとね、今日は中京大学で管理業務主任者の試験があるということでね、あの宅建士&管理業務主任者のね大先輩の私が、あの受験者をね応援しに来ました。中京大学はね、実はね行くの初めてなんですよ。中京大学もね、トヨタにもあるんですよね。これトヨタにもキャンパスがあって、矢ごとにもキャンパスがありますね。でね、皆さんね、あの管理業務主任者ってのをね、多分あんまり聞いたことがある人はいないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、宅建はあると思うんですよ。宅建はね、まあ、要は人の建物をね、の売買とかを、まあ、仲介するのに必要な国家資格ですね。で、その延長線上にあるのが管理業務主任者っていう資格ですね。まあ、延長線というかね、まあ、業務全然違いますけどね。まあ、管理業務主任者ってのは、まあ、イメージとしてね、一言で言えば、あの、マンションの管理をする、まあ、国家資格ということですね。まあ、マンションの管理って言ってもね、あの、まあ、物理的な、そういう修繕とかね、そういうのも、まあ、多分仕事としてはあると思いますが、例えばそのマンションの中に入っている人たちの、まあ、総会のね、手配をしたり、まあ、議事録を作ったりとかね、そういった、仕事をするのに必要な、資格が管理業務主任者ですね。まあ、受験者の大半は多分あの宅建を持っている人だと思いますね。宅建持っている人が管理業務主任者も受けるという、イメージが、まあ、私にはありますね。でね、まあ、この資格はね、あの宅建と同じくらいでね、まあ、合格率はね、だいたい、まあ、20% くらいと言われてますね。はい。まあ、宅建よりね、難しいと私は思いますね。難しいっていうかね、とっつきにくいかな。特に文系には。っていうのもね、あの、宅建はね、純粋にね、まあ、法令しか問われないと思うんですよ。まあ、法令の問題ですよね。それに対して、管理業務主任者は、まあ、法令の分野もあるし、あとはね、理系的なね、知識を問う問題がありますね。例えば、その、コンクリートの、性質。コンクリートの性質とか、例えばあと排水口やね、排水口に関する、知識を問われたり、あと建物の構造、RC 構造がどうだとかね、そういうちょっとややこしいね、まあ、理系的なね、知識を問う問題が、まあ、割かし、どれくらいあったかな、半分くらい占めてるかな、半分まではいかんかもしれんけど、まあ、かなりの割合を占めてるので、まあ、当然捨てることはできないですね。なので、まあ、文系のね、例えば法学部を出た人間が、ね、からすると、まあ、ちょっとね、とっつきにくいかなってね、いう部分はありますね。まあ、それでもね、まあ、知ってれば解けますんで、例えばなんか変な、難しいね、計算するとかそういうのないんですよ。例えばコンクリートの、強度をね、計算して求めるとかね、変な公式使ってね、そういうのはないですから、知ったら解ける、秒で解ける、っていう問題しか出ないので、そんなにね、まあ、大したことはないですね。計算問題とかはね、ないですからね。まあ、ないって言ったら嘘になるか。一応その、簿記の問題が1問か2問くらい出たと思うんですよ。まあ、そこでちょっと計算するくらいかな。まあ、まあ、それは別に捨ててもいいかなと思いますけどね。なのでね、計算問題は基本的にはないです。
で、まあ真面目にね、勉強すれば誰でも受かりますね。ちなみに私は1ヶ月くらいで受かりましたね。1ヶ月で受かった。で、まあ勉強の方法としては、まあ過去問を解きまくる、まあ、これにつきますよ。で、さっき言ったようにね、理系的な知識を問う問題が厄介だって言いましたけど、そこにね、10日くらいかけたね、時間を。なんでね、宅建よりね、合格するのにちょっと時間かかりますね。私は宅建はね、実は宅建士になる前に、受けて取ったんですけど、確かね、2週間くらいで取ったんですよ。過去問1週だけやって、まあ2週間ね。それで受かった感じなんですね。まあ法学部で取るって言葉あるからね、大体なんかそういう感覚的に解けるんですね。宅建は。ただまあ人が言うにはね、なんかね、今の宅建は昔の宅建よりもかなり難しいとかね、言っとる人おるんですよ。まあそれはね、私わかりませんけど、ただそう言っとる人にね、私はね、言いたいこととして、私一応行政書士とかね、通関士とかね、まあそれなりに難しい資格持ってますんで、宅建がね、多少難しくなったからといって、全く問題にならんですよ。そんなくだらんことでね、マウントをね、取ろうとしてるね、人にはね、まあ、ちょっと頭を冷やしてほしいなと思いますね。はい。まあ、宅建が、多少難しくなったところで、私からすればね、ゴミみたいなもんなんですよ。それは環境も同じやね。まあ、さすがにもう12時40分ってことで、この辺に受験者はいないですね。もうみんな試験会場に入ってしまったかな。懸命ですよ。大抵1時間くらい前とかね、になるとね、この辺にね、大人がね、おるんですよ。で、まあ、あれだ。平均年齢は結構高いですね。この試験の受験生のね、平均年齢は割かし高いですね。ハゲたおっさんとか普通にいますからね。逆に若い人はね、あんまりいないですね。まあ私みたいにね、資格マニアの人は大抵若いですけど、まあ大体この試験受ける人はね、まあ不動産会社勤めの人か、まあ中年のね、フリーターで、まあこういう言い方ちょっと変ですけど、あんましたくないんですけど、まあ、底辺っていうんですかね。まあ、あんまこういう言い方したくないですけどね。底辺の人でね、まあ、ちょっと資格取って、まあ、平均程度になりたいって人がね、まあ、この、宅建やらね、管理業務主任者ってのを取るんですよね。まあ、手頃ですからね。手頃で、なおかつ、需要ありますからね。まあ、宅建とか管理を持ってるとね、実務経験なくてもね、普通にね、スカウトがバンバン来ますからね。まあ、不動産業界はね、ほんまにね、激務ですよ。激務。常に数字を追いかける仕事。ってことでね、普通に人は辞めていくんですよね。っていうことでね、不動産会社は常に人を求めてる状態。で、資格者を求めてるっていう感じだね。まあでも、管理業務はね、管理業務主任者の方はさっきも言ったように、まあ要はマンションの管理だからね。まあ自分が担当するマンションがいくつかあって、まあそこを管理していく。ね。総会の議事録を作ったりとかね。決算書まとめたりとかね。そういったことをするので、まあ、そうやって考えるとね、普通のその宅建の売買の業務よりは、まあ楽って言い方変やけど、ね。まあある意味では楽かもしれんですね。まあただね、管理業務主任者もね、やっぱりそのマンションに入っとる住人がね、まあ必ずしも全員が全員、成人君子じゃないからね、まあ変なやつもおると思って。で、ちょっとしたことでね、電話かけてきてね、ちょっと夜中にね、電球切れたから帰ろうとかね、ちょっと隣の部屋のやつがうるせえから注意しろとかね、もう注意は問わずね、そういう風にクレーム入れてくる人もいますが、そういう対応はやっぱ大変なのかなと思いますね。まあ私はね、不動産業界はちょっと嫌ですね。きついからね。まあきつい仕事あんましたくないですね、私は。楽な仕事がいいですよ。まあ資格マニアだからね、私も。
資格マニアであり続けるためには楽な仕事をやらなければならない、うん、っていう運命なんですよ私は。はい、ということでね、受験生の皆さんね、この試験ね、受かりなさいよちゃんと。まあ、所詮4択の試験だしね、こんなもんね、受かってね当然なんですよね。ただその宅建でもね、官業でもね、やっぱ落ちる人間っていうのはね、勉強してないんですよね。うん、勉強してないから落ちるんだよね。特に宅建なんかさ、合格率 20% くらいやけどさ、まあ、大抵ね、不動産会社にね、勤めとるやつでね、まあ、会社から言われて、仕方なく受けとるやつが多いと思うんやで。うん。で、勉強全然せずに受けとる。で、パターンが多いから合格率が、まあ、低いだけなんですよ。まあ、勉強ちゃんとやれば 100% 受かりますよ。うん。あんなもんはね。だから、これから宅建とかね、官業とか取ろうとしてる人にね、言いたいのはね、まあ、合格率は気にするなってことやね。まあ、これは別に、宅建や官業に限った話じゃないと思うけどね。勉強をちゃんとやれば、ほぼほぼ受かる。うん。ほぼ受かる。ね。大抵の資格は。まあ、その司法試験とか司法書士とかになると話は別だけどね。まあ、大抵の資格はね、受かりますよ。ちゃんとやればね。うん。まあ、今日ね、今、試験会場でね、最後の追い込みをしている。ね、受験生たちがね、この建物の中におると思うんですけどね、君たちがね、欲しいものはね、これなわけ。この合格証書が欲しい。うん。そうやろ。欲しいか、おい。欲しいか、おら、おい、おら。まあ、だったら、ちゃんと受かれ。こんなもんな。受かって当然なんで。ああ、まあ、受からんやつはやっぱね、勉強してないからね。ああ、まあ、時間がなかったとかね。まあ、仕事が忙しくてね。勉強がなかなかできませんでしたとかね。まあ、休みの日は休みの日で、家族サービスがあるから、まあ、帰って勉強ができませんでしたとかね。平日よりも勉強ができませんとかね。まあ、そういうこと言っとるやつおると思うんで。ああ。けど、そんなもんは知ったこっちゃねえんで。ああ、試験を受けるってのは、ね、受かるか受からないか。ただそれだけない。てめえが勉強したかしなかったか。そんなことどうでもいいんだよ。うん、まあ、俺はこの資格取るにあたってね、まあ、1ヶ月で取ったよ。1ヶ月で取ったけど、まあ、大体平日はね、どうかな、3、4時間勉強したね。平日3、4時間。で、土日はね、まあ、休みの日はね、7時間くらいやっとったと思うよ。うん。まあ、それだけ時間取れて羨ましいなってね、言う人おるかもしれんけど、みんなね、人によって条件違うから、うん。てめえが、ね、勉強時間が取れたか取れなかったとか、そんなもんな。知ったこっちゃね、受かるか受からなかったから。あ、とりあえずな、この試験な、はい。この試験な、うん。受からなかったやつにな、言いたいやけどな。お前、舐めんな、ボケ、勝つ。ほら。はい。ということでね、ちょっと受験者の皆さんに熱いエールを送らせていただきました。まあ、用もなくね、今大学のね、敷地内に立ち寄っているんじゃないかっていうね、疑念を抱かれる可能性もありますが、私はね、正当な理由があってね、この大学構内に立ち入ってますから。それは、宅建士&管理業務主任者。まあ、不動産のね、プロとして、大先輩として、受験者を励ますという、大義名分のもとに、今この敷地内に、立ち入っております。なので、これは、正当な理由による、敷地内への立ち寄りであり、例えば、住居侵入とか、そういったものには、当たらないものと、返しております。ちゃんと検温もやってますね。うん。まあ、コロナ。本当にくだらないですね。いつまで続けるんですかね、コロナは。さて、ちょっとね、今度は街を巡ってみますか。せっかく来たんで、この中京大学の付近が
どんな感じなのかってことを、巡ってみようと思いますね。まあ、この辺はね、いろんな大学があるんですよね。この中京大学もあるし、ちょっと離れたところに、南山大学もありますし、あと名城大学もありますし、あと名古屋大学がありますね。うん。ということで、この辺はね、学生がワンサがいますね。はい。ちなみに私がこの管理業務主任者を受けたのは、2018年なんですけど、その時はね、名城大学の天白キャンパスで受けましたね。中京大学ね、ほんと行ったことなかったんでね、今日来てよかったっすよ。なかなか綺麗な建物ですね。うん。なんか聞いた話によると、トヨタのね、トヨタにもあるんですね。トヨタにもあって上水からバスが出とるんですけど、トヨタの方は、あんまり建物綺麗じゃないっていう話やったんですけど、うちの、名古屋の方は、結構綺麗ですね。はい。まあ、愛知県でね、愛知県も、まあ、私立大学がたくさんあるんですけど、まあ、代表的な、ものを挙げると、まあ、南山、ね、中京、名城、愛知、まあ、この4つかな、うん、この4つが、まあ、愛知県では、主流かなと思いますね。まあ、南山が一番、難易度は高いそうですが、はい。まあ、南山があって、そのワンランク下に、まあ、中京、名城、愛知が来るっていった感じですね。はい。まあ、ただ名城はね、理系はね、強いですよ。うん。理系がね、偏差値以上に強い。うん。って言われてますね。うん。まあでも、愛知県のさ、理系の大学ってさ、ほとんどないからね。まあ、中京大学にせよ、南山にせよ、愛知にせよ、理系がないからね。だから、山名城が独り勝ちになるって感じですかね。まあ、割かし落ち着いた街ですね、この辺は。いや、私もね、名古屋のね、市内、名古屋市内はね、まあ、いろんなとこね、あちこちね、巡っとるんですけど、この辺は来たことないな。うん。まあ、ちょっとね、離れるだけで、全然、わからなくなりますよね。ちょっとね、あれだな。こっち行ってもなんもなさそうなんで、U ターンしますか。ヤゴト霊園っていうのもあれですね、これが観光資源になり、そうですね。ちょっと不謹慎だけど、墓場巡りとかどうですか皆さん。私は国内旅行業務取扱管理者っていうのを持っとるんですけど、まあ大体ね、常にこう街とか見とるとね、あ、これ観光資源になりそうだなとかね、大体考えちゃうんですよね。うん。何を見てもそう思います。例えばこの木とかね、この木とか見てもね、思うんですよね。うん。あ、この木、ね、なんかちょっとハート型に見えるなとかね。まあ、これは V 字ですね。まあ、ほんとちょっとしたことでね、バズったりしますからね、今の時代。ね。あ、インスタ映えするなとかあるじゃないですか。ね。ただの木がね、ただの木が、ね、ちょっとハートの形してたりとかね、星型だったり。するだけでね、インスタ映えしてバズったりする可能性がありますからね。うん、だからそう考えると、どんなものでもね、
観光資源になり得るわけですよ。うん。だから何もない、ね、何もない町だとかね、何もない市だとかね、いうところもあるかもしれんけど、まあ、ちょっとしたことですよね。うん、石ころさえね、観光資源になる。なるっていうか、まあ、なり得るやね。っていうことでね、私はいつも、ね、そういうのを考えてね、ものを見ちゃいますね、やっぱ。うん、このマスクやってそうやね。うん、こういうマスクでさえそうや。うん、まあ言うても、大半のね、発見とかね、新発見っていうのは、まあ大抵ボツになる。大抵はボツになる。うん。大抵はボツになるけど、まあ数打ち当たる的なね、ところはありますよね。まあさすがにもう受験者は、遅刻者以外は来ない感じかな。警備員も退散の用意してますよ。中京大学もなかなか建物は本当綺麗ですね、これ。うん、もう今歩いてきてるのは受験者じゃないですね。まあ資格試験もね、遅刻しても受けれるものと、もう一切受け付けないものがあるんですけど、管理業務主任者はどっちだったかな。遅刻しても受けれるんやったかな、これ。まあ私は、ね、遅刻したことないかな、試験で。だいたいもうね、試験始まる、最低でも試験が始まる、もう1時間前には会場にね、着いてますからね。うん。ね、だいたいまあ、あれだ、椅子に座って、まあ最後ちょっと気になる部分を詰め込んでいる。ね、っていった感じかな。まあ、こういう資格試験でね、大体まあ遅刻してくるような人間はね、まあ、ほぼほぼ不合格ですよ。うん、時間管理もできんわけやで。まあ、普通はね、やっぱ1時間前には着いてるもんですよね。で、何があるかわからんから、ね、電車が遅れたりね、する可能性もありますからね。いいですね、これ駅近っすよ。今日はね、なんかね、河合塾のね、模擬試験もやってますね。河合塾の模擬試験と、管理業務主任者の試験。この二つを中京大学でやっているようであります。多分ね、こっちは、ね、まあ、河合塾の模試もね、あれはね、うん、まあ、高校生が受け取るんやね。私の時はどうやったかな。大体高校で受け取ったね。なんか模試が定期的にあるんだけど、大抵その自分の高校で受けさせられてましたね。まあ、高校生の時はね、なかなか私もね、勉強はね、嫌いで全然やっとらんかったんですよね。うん。なかなかその勉強のやり方ってのがね、わからなかったね。高校生の時は。だからなんか教科書読んだりとかしとったね。教科書読んで、重要そうな部分に線引いて、あとその重要そうな単語をノートに書き出したりとかね。そんな感じでね、勉強しとったからね。まあ今思えばそりゃ点数伸びんよなと思うね。うん。まあ何にせよね、あれだよ。とにかくもう過去問解くことだよ。うん。とにかく過去問解くこと。ね、例えばセンター試験でね、今名称変わったのかな、うん、まあ名称変わったけど、まあセンター試験で、ね、まあ第一次共通テストに名前変わったと思うけど、
で高得点取ろうと思ったらね、まあ、センター試験の、まあ、過去問を買ってきた、あるいはまあ予想問題集かな、それをもうひたすら解きまくる、うん、そうすればねある程度取れるんだよね、うん、それだけで。まああの数学なんかはさ基礎が全く分かっとらんと、まあ、そうはいかんかもしれんけどね、うん、今他の科目に限ってはあのもうとにかく過去問やっとけばねそれなりの点数は取れるように、まあ、もちろんその過去問やってやりっぱなしじゃあかんよ、あのちゃんと解説見て理解せなあかんよ、問題解いて解説読んで理解をするの繰り返しで、まあ、ある程度の点は取れるはずないで、7割8割は取れるはず、それで、ああだこの事実を知ってるか知らなかったかでやっぱりね勉強ができるできないってのが、まあ、学生の頃に変わってくもう決まってくるよね、うん、なんで、ね、そこをねしっかりと例えば親御さんね、親御さんはちゃんと子供にそこをしっかりとね教えんというか、あるいはもう学校の先生やね、学校の先生はそういうの言わんやろ、あとにかく過去問解きまくれ、あの教科書を読み込んでも無駄だと、ね、教科書だらだら読み込んでも無駄だからとにかく問題解きまくれというふうにね大体言わんやろ、言わないやんそうやって。だからね、あのできることできない子はね、あの分かれてくるんだよね、うん、まあ、できんやつは本当何やってもできんかもしれんけど、できるはずのやつがあの平均以下になってしまうってことはね、これは往々にしてある。だから俺はね、あのそういう俺はそれだから俺はその勉強のやり方に気づいたのが大人になってからなんで、大人になってからあの資格試験を受け取ってね、あこうすれば点が取れるんだってのはね分かるようになったね。なんであのもし YouTube を見てるね、あの教育者の方とかね、学校教育者とか、あるいはまあ高校生の人、まあ、中学生の人でもいいんやけどね、勉強のやり方ってのはもう決まってる、あのとにかく過去問を解け、あそれに尽きる、それ以外ない。この辺いろいろ店ありますね。ハンバーガー生活のすすめ。あ、なんかうまそうやな。ちょっと高いけどね、やっぱ。ああチリチーズバーガー、1680円高っ。ちょっと高いな。俺はこういうとこは買いたくねえな。普通にマック行ってね、食った方がいい。ここはラーメン、辛味噌ラーメン。いいね、担々麺や。学生ご飯もの無料。まあ大学がねこの辺たくさんあるからね、学生向けのサービスでもやられてますね。ここうまそうですね。ここはねあの担々麺の店のようですね。やっぱ大学付近は不動産会社が多いですね。うん。まあ、ね、大学生の中には実家から通う人ばかりじゃなくて、ね、ちょっと地方から出てきて、まあ、マンション借りて通って人もいますからね。やっぱいろんな店あるね。無国館もありますね。まあ、すき家があって、うなぎあるやん、うなぎ。いいな、うなぎ。うなぎ食いてえな。さて、ちょっとね、疲れたんで、あ、でもゲーセンあるやん、ゲーセン。全然気づかんかったな、さっきここ通ったのに。ちょっと入ってみますか。
ただ人があんまいないな。まあ、今日日曜日だからね、平日の方がひょっとしたら流行っとるかもしれないですね。まあ、あの確信したことはね、あの多分、この店は平日の方が学生でにぎわってると思いますね。まあ、普通さ、普通ね、店があってさ、あの休みの日かさ、あの平日だったらどっちが流行ると、ね、聞かれたとしたらさ、多分休みの日の方が流行るんじゃないかと思うじゃないですか。だけどこういう大学とかがあの周りにある店はね、多分ね、あの休みの日よりも平日の方がにぎわってるのかなって思いますね。まあ、休みの日は大学がねないからね、学生も来ないんですよね。まあ、とりあえず駅に行きますか。矢事駅構内をちょっとぐるーっと歩いてね、それで閉めようと思います。カルビ丼500円がうまそうやな。あ、さっきここでね、あの飯を食いました。チキン南蛮を食べましたね。矢事山、まああのコスパはね、まあ普通かな。うん、だちょっとね提供までにね時間がかかったね。うん、ちょっと遅かったな提供が。あの混んでなかったんですよ。私が入った時客一人しかおらんかったけど、あの料理が出てくるのにどうかな、15分くらいかかったね。うん、ちょっと遅かったなあそこは。まあ、たまたまかもしれんけどね。あ、カラオケ屋もありますね。はい、地下鉄の矢事駅です。